こんにちは、シュガーソルトです。はい、ということでまずどういうこと挨拶のね、身振りっていうか、まあ、セリフも、セリフも込みでちょっと私たちがあのちっちゃい頭で考えたんですけど、いいものが全然浮かばんくって、もしなんかシュガーソルトだったらこういう挨拶がいいんとちゃうかなと思ったらね、コメント欄に書いていただけたらいいかなと思ってますんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、はい、今日の動画は、韓国料理モッパンです。イエーイ。まあ、ちなみに俺はモッパンどういうこと意味がよく分かってませんということ。モッパンってどういう意味ですか？モックがモクタが食べるで、パンが包装っていう意味ですね。それをまあ、じゃあ食べる包装みたいな意味か。なるほどなるほどね。そういう意味ですね。モッパンです。はい、はい、今日何を食べるかっていうのを紹介していきたいと思います。じゃあまず一つ目いきます。こちら皆さんも知ってるかと思いますが、ブルダポッコミャこれめっちゃ辛いやつ。食べたことある人も多分いっぱいいると思うんですけど、めちゃめちゃ辛いんですよ。こっちもブルダポッコミョン。こっちはなんとカルボナーラ味になっております。あんまちょっと辛さ控えめなんかな。ちょっとなんかマイルドになってそうやんね、うん、ということで今日はもう2種類ブルダポッコミョンを食べていきたいと思います。はい、であとは、これですね。絶対読まれへん、読めたらすごいわ。こちら、トッポッキーですねこれはちょっとね、まあお口直しかな、甘いんかな、こちら、はい、なんて読むんですかね、これは読めますか。チョコチップクッキーですね。そうです、そうです、そうですね、正解です。はい、でこちらはもうちょっとデザートになるんですけど、うん、こちらの3品プラス、はい、ヤンニョムチキンを作っていきたいと思います。彼女がヤンニョムチキンは作れますってすごいね言ってくるんで、ちょっと作ってもらいたいなと思います。はい、じゃあ作りましょうか。うん、せーの、レッツクッキング。ダサほんなら今から鶏肉をさばいていきます。意気込みはどうですか？なんかもうさ、うん、結構鶏肉の料理ってさ、いつも赤石くんがしてくれるからさ、うん、正直この1枚鶏肉をさばいたことがなくて、皮とかどうしていいかわからんのよな。皮っていつもこう外してる、こうやって。いや、外さないでしょ。外さん？外さないよ。外しちゃった。普通にそのままぶつ切りじゃない。切ればいい、うん、オッケーオッケー。どうですか？うん、肉のぶつ切りですよね。そうですよね。命をもらってるね、私たちは。人の臓物だって言われてもわからへんもんな。最悪やな、ほんまに。やめときや、ほんまに。ほんまに。子供泣くで。ちうどんとか結構作るの好きやねんけど。本当ですか？うどん美味しいやん、簡単やし。でもなんかうどん作るといつも失敗するんだよ。これちょっとでかい？いいんじゃん、でかいのがあっても。オッケー、ということで、一旦全て切り終わりましたので、包丁はちょっともう洗わせてもろて。手も洗っていきます。はい、しっかり手を洗っていきます。ほんで片栗粉やな。こちら片栗粉を使っていきたいんですが、唐揚げをまず作らなあかんねんけど、唐揚げ、はい、ください、この雑さどうやってやるん逆に。これ見てください、これ全国に最悪雑さが雑じゃん。ねえ、映さないで。嫌やろ、人が着替えてるところ映されるの。同じ気持ちやで、鶏肉もまだ衣も全部つけてもらってないのに、こんな姿さらされてかわいそうに。また片栗粉を今雑にね。これさ、雑にやるのが桃流ですから。そうよ、雑だぜ。知ってる料理の。あーあーほらね、こうなるんですよ。そうなの？は？こうなっちゃうんですよね。じゃあ行きます。これもうすごいやん、もうこれ。ねえ、やめてやめてよ。こっちは一生懸命やってんねん。そうやろ、うん、美味しく作ってくれたら何でもいい。あ、いいこと言う。はい、油買い忘れましたよね。ちょ、いいって、そんなにやめて子供の浅瀬の溺れないプールぐらいの低さでね、やらしてもらってます。いち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 そうやって人の揚げ足ばっかり取って。でも、ももちゃんがすぐ足上げるのも問題なんちゃう。人殺す名刺取るわ。そんな目つきがももにできると思ってんの？保育園みたいなことだね、今。いきます。はい、だいたい1個につき4分やから。
かかといて赤石くん。はい。なんか生臭ないか。生臭いじゃないと油の匂い。サラダ油。そんな匂いするの？うん。あんなに油が浅いとか言ってたのに、ちょっと手のひら返しすぎ。早ない？早ない？4分やろ？うん。まだ1分も経ってないで。違う、2分やね。いや違う、まだ1分も経ってないで。4分後まで。3、2、1。終わりました。全部。ソースにつけていきます。はい、ここに全部入れる。ぶち込んでいく。うん。いやー、完成しました。なんで似てる。オーナーやばいな、うん、食べていこうか。はい、ほんとっぽい。美味しそう。はい、せーの、いただきます。いただきます。最近のレトルトは進化しておる。あ、うまっ。うまっ。こっちやばいと思うね、この2つ。辛い。カルボナーラ食べてみたい。じゃあこれですね、プルダポックンミョンの普通のやつとカルボナーラ。カルボナーラ、はい、食べていきます。カルボナーラいただきたいと思います。じゃあ僕普通の方で。飛ばさんように気をつけー。え、結構伸びてる。もしかして。いただきます。いただきます。カルボナーラ味辛くない。めっちゃマイルドやで。普通のやつマジ辛。無で、うん、要素がおかしい。うん。これあれやわ、後から来るわ。いや僕もカルボナーラほんまに気をつけて。後から来るわ。いやるな。パパ、クリアロ、クリアロ。辛いですね、やっぱ今日の。死ぬ。辛すぎる。ランニムチキン甘みにつけてよかったかもしれん。ああ、辛い。うまい。なんか喉に来たら終わりじゃない？うん。ランニムチキン食べまーす、うん。いただきまーす。辛っ。どう？食べめ。え、怖いんだけど。ちょっと今緊急事態が起きまして、ヤンニョムチキンの鶏肉、昨日スーパーで買ったんですけど、値引きシールみたいなの貼ってて、僕らあのガサツなんでね、賞味期限とか見ないでね、買ったんですけど、きっと昨日までのやつだったのかな。臭いんですよね、食べたら。ちょっとなんかマジで、なんか俺油が臭いんかなって、さっきヘイト素材を作ってる時から。なんかね、魚みたいな匂いするなと思ってたんよ。これだわ。ちょっとこれお腹壊すかも。っていうことで、この子ちょっと辞退させてもらって。ちょっとすいませんけど、いや本当に申し訳ない。鳥に。気をつけます、ほんまに。すいません、ごめんなさい。はぁ、あ、改めてすっきり直して出ていきたいと思います。全部辛い。でもクッキー甘いやん。間にクッキー挟める、うん、挟めるよ。卵とかあった方が良かったんかな。あ、てかマヨネーズ。マヨネーズ持ってくる。ちょっとプレダポックンビョンはちょっとマヨネーズをかけることによってマイルドになって美味しいですから。じゃあもう普通の方食べるわ。うん、いただきます。うん、うまっ。マジうまい、マヨネーズが。もうやりたい。でも前に食べた時もっと辛くなかった。なんか、え、辛いよ十分。カルボーメンも辛い。カルボーメンは辛い。これが一番罪やで、ほんまに。最初ちょっとマイルドで辛くなかったくない一番最初、うん、カルボナーラやった。絶対これ明日お腹壊すわ、うん、もっとで二人ともお腹弱いんですよ。焼きそばみたいじゃない、マヨネーズかけたら。うんうんうん、すごいね、マイルドになる。確かに。ちょっとただ食べてるだけでも面白くないですから。はい、じゃあ質問しましょうか。質問お互いに。ああ、したい。
じゃあ僕からいきますね。はい、まあ、僕らバンタンが好きで、うん、視聴者の方もね、うん、バンタンのことについて質問とかよくいただくんで、うん、まあ、自民ペンと学ペンなんですけど、うん、じゃあ、 自民ちゃんの良さをちょっと語っていただいて。そんなん困らんちなんです。まず、はい、私一番最初バンタン入った時って自民ペンじゃなかったの。実はテテから入って。あ、そうなの。まあ、一番最初はさ、性格とか知らんから、まあ、PV とかを見て決めるわけよ。で、アイニージュの PV が一番最初に見た PV なんだけど、そこでなんかこの人かっこいいって思ったのがテテやったん。まあ、なんか性格とかを知りたいから、あのバンタンボムっていう YouTube 上がってるじゃないですか。昔の動画から全部見ていって、なんか最初ジミンがちょっと気になってて、かっこいいとかじゃなくて可愛らしい子やなって思ってて、そんななんかどん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 垢抜けていって、ピタンが出たぐらいに垢抜けぐらいにびっくりして、こんなイモイモした子がこんなかっこよくなってって思って、もう完全にジミンの沼にはまったわけですよ。かっこよさより可愛さの方が私は好きで、ジミンはもう可愛いって思う瞬間がほんまに多くって、 V ライブとか見ててもそうなんですけど、ダンスとかしてるジミンはもちろんかっこよくて、メンバーと喋ってるジミンはめっちゃ可愛くて、そのギャップがすごくよくて好き。終わりましたか。はい、赤石くんはグッグのどこが好きなの？ん？顔。でもぶっちゃけさ、イケメンよな、ほんまに。顔やろ。グッグに関してはな、多分クーペンじゃなくてもみんなイケメンやと思うと思う。だって顔いいやろ、うん、スタイルいいやろ、うん、で、歌うまいでしょ、うん、で、ダンスうまいでしょ、うん、火の打ちどころがないよね。うん。手止まってますんで、食べていただいていいですか？もうちょっと気づいてますか、みんな。何よ。お腹いっぱいやね、もう。そんなん許されへんで、YouTube じゃん。この撮影の前に、スイートポテトスティックみたいなの食べちゃって。じゃあ、ももからも質問していい？カイシ君は、簡単の沼にハマった瞬間って言ってる。沼？でもさ、俺はさ、もちろん好きやし、うん、ファンやけど、うん、なんかやっぱどうしてもさ、同性のファンやん。うん。沼って感じじゃないのかなと思うけどね。これマジ辛いってか。こっちの方が辛ない。うん。なんなら。うん。大丈夫ですか？辛いです。え、もうヨーグルト全部飲んだの？うん。もっとお腹に優しいもの食べたかったな。でもやっぱさ、バンタンのライブとか行くとさ、男の子のファンもおるわけ、うんうん、同性に好かれるのってすごい嬉しいなって思うね、モンは、うん、どう？嬉しい？え、嬉しいよ。やろ、うん、男のファンとかアニメの話とかしたいなと思うよね。おー、うん、YouTube やったらそれしたいなって思っとって、ちょっともう二人とも走って思ってるけど、ちょっともう辛すぎて、これはもうあの動画切ってからちょっと復活したらまた食べたいと思います、うん、食べられへんね、うん、ほんまに。バイバーイ。バイバーイ。